今回は任天堂ラボをね買ってきました。で買ってきたのはロボットの方ではなくて、こっちのねバラエティキットっていう方ですね。まあいろんなね、こんなピアノがあったり釣りがあったり、まあ、バイクがあったりね、あのなんて言ったらいいのかな、ラジコンじゃないけど、まあこれでね動くものがあったりとか、まあいろいろあるものですね。じゃあ早速ね開封していきたいと思います。で開けるとねこんな感じでソフトが入ってますね。でまあソフトはねこんな感じでカードが入ってるだけで、説明書とかはね入ってないですね。でまあもしかしたらアップデートがあるかもしれないんでね、ちょっと先にねカード差し込んでみますね。ソフトね今差し込んでみたんですけど、今のところアップデートはないみたいです。で2番目がソフトを始めるっていうことになってますね。まあほとんど段ボールなのかなと思ったんですが、意外とねこんな感じで紐が入ってたり、なんだろうな、こういうワッシャーみたいなものが入ってたり、輪ゴムが入ってたり、スポンジが入ってたり、なんかこういうシールが入ってたりとか、いろいろ入ってますね。でこれをねデコるキットとかもあったんですけど、そういうのはね買ってこなかったです。でこんな感じでね始まりました。作る、遊ぶ、分かるっていう風に3つのね項目になってます。でまあ早速ね作ってみたいと思います。まず練習からっていうことでね出てきました。あーなるほどなるほど。戻るとか進むをタッチしてる間にこう動画になってて、一つね段階が進むというよりは少しずつ、途中でもちょっとずつ止まるような感じで進むみたいです。でジョイコンケースを作ろうっていうことで進む。ちょっとね画面直接映しちゃってるんですごく映りが悪いんですけど、ACとから一つパーツを取り外そう、折れ曲がったりしないように慎重によろしくっていうことで、こういう風にね解説が出るみたいです。で進めていくと、で余ったパーツを箱に保管しておこうとかね、いろいろこういう感じでね、かなり細かい、充電しながら組み立てるのがおすすめ、スイッチ本体仮面に充電ケーブルがさせるよとかっていう風に、まあ細かいね説明まで出るみたいです。指1本で画面をタッチ、そのままくるくる回すとカメラの回転だっていうことで、ああなるほど、こういう風に、で2本指でズームできるよと、で2本指で移動、なるほど、こういう感じで移動できるよと。動かしたカメラはリセットボタンで戻したり、よく見えなくて困ったらここをタッチだっていうことで、これみたいですね。それでは組み立て練習スタート。しっかり画面と見比べてじっくり組み立ててみようっていうことで、印刷のある面を下にしてねっていうことですね。ということでね、こんな感じでかなり説明も細かく出るみたいですね。 A のパーツのこれですね、
ここで組み立てていこうかな。ちょっと下があるんで見づらいかもしれないんですが、これは切り取ると。で、この部分も穴みたいですね。こことここが穴かな。で、裏返してこの部分を折り返すと。で、折り返すときに90度なんだけど、90度以上ね、ぐっと折り返して戻すっていうことみたいですね。で、反対側に返して、反対側もね、折り目をつけていく。これをぐっとつけて、で、ここが1箇所目、2箇所目がここにあるんでね、これもぐっと。で、ここに3箇所目があるんで、これもぐっと。で、あとは組み立てて、で、ここまで来たらね、このね、爪の部分もぐっと折り返して戻してあげる。で、ここに差し込みますと。で、あとはこう来て、こう来て、この部分は折り返した方がいいのかな。で、これで出来上がりと。そしたらジョイコンのね、あの右側の方を差し込むみたいですね。で、奥まで差し込むと、まあ、裏からね、このトリガーのところが、まあ、少し出てくるとという感じのケースみたいですね。これで、まあ、一応練習は終わりっていう感じみたいです。で、今のとこね、あの糊付けとかは一切なくて、差し込むだけでできるような感じですね。なので、かなりね、あの小さいお子さんとかでもできるんじゃないかなと思います。解説とかもね、かなり説明の動画とかもかなり細かいので、何か難しいところっていうのはないかなと思います。ただ段ボールなんで、段ボールもそんなにあの角が立ってるような段ボールではないんですけど、もしね、あのお子さんとかと遊ぶときに気になるようであれば、お子さんはね、あの薄手のグローブとかつけるといいかなと思います。まあ、あの自分の感覚ではなんですけど、あのそんな手を切るような段ボールではないかなというふうに思います。じゃあね、今回はこれね、一番簡単なこれをやってみようかなと思います。で、使うシートがさっきの黒の A ではなくて、緑色のね A パーツから、それからこの部分とこの部分かなを切り出していきます。これもね、あの手で簡単に取れるので、少し気をつけて押してあげれば切れていくので。こういうね、あの細かいところは少し難しいですけど、あの落ち着いてね、指で軽く押してあげれば取れていきます。で、まあ、これが1つ目で、2つ目が、2つ目がね、このパーツですね。じゃあまたね、箱の上で組み立てていきたいと思います。で、まずいらないパーツを外していきます。こっちはね、外すのは曲がっちゃってもいいので簡単ですね。
で、いらないパーツが外れたら裏返して、これもね、あのスイッチの方に解説の動画が出てるので簡単に作ることができます。で、同じように折り線をつけていって、で、この部分も折り返して、この部分も折り返して折り線をつけていきます。で、次がここの爪ですね。ここの爪のところを1箇所、2箇所で、こっち側も反対側も同じように1箇所、2箇所。もともとね、軽いあの折れ線はついてるので、まああまりこう強引にやると変なとこが曲がっちゃうかもしれないんですけど、まあ普通に折り曲げてあげれば大丈夫だと思います。で、あとね、この 1,2,3,4 つの爪をね折り返していきます。爪はあの組み合わさるだけみたいなんで、こういう感じですね。で、ここを曲げてあげて、で、この爪を差し込むと、で、反対側もね折り返して、こんな感じね、反対側と同じように組み合わさるように差し込んであげて、で、先にね爪を曲げると簡単かな。先に爪を曲げて穴の中に差し込んであげると。で、これでこの部分が完成ですね。で、こっちのねアンテナの方なんですけど、裏返して折り返して反対側も折り返して、これで完成です。で、ここでねスイッチが出てくるんですけど、こういう風にねスイッチと合体させていきます。で、ジョイコンを取り外して、なんかあの説明をね無視して進めようとすると、間違ってるっていうのが明らかな時はね、あの進めないみたいですね。で、進むを押していくと、まあ、ジョイコンをね取り付けられるよということみたいです。あ、これか。ね、こんな感じでね、あのなんて言ったらいいんだろうな、説明書に普通書かないような、あのちょっと不安になったりとか失敗しやすいポイントっていうのも出てくるので、まあかなりね、あの分かりやすい解説なんじゃないかなと思います。じゃあね、組み立てていきたいと思います。まあこれはね取り付けるだけなんで、でもうこんな感じと、で進むをずっと押していくと、これで出来上がりと。で、早速遊ぶっていう風に押していくと、
でこういう風にね遊ぶ時の説明も出てきますね。で、こんな感じで遊べるみたいです。なるほどね。ここもなんか段ボール風に蓋がしてあって開けると中に機械が入ってるような、まあ、イメージになるみたいです。でこれをスライダーを動かすことで振動が変わると。でここのスイッチが自動走行って書いてあるんで、これで勝手に走っちゃったりとかするみたいですね。ということでね、少し走らせてみたいと思います。で早速ね走らせてみたいと思います。こんな感じでね、ジョイコンの振動機能を使って走っていくみたいです。で、いくつかね、残ってるパーツがあるんだけど、これをね、使って遊べるみたいです。とりあえずね、一つだけ取り出してみようかな。で、こういう風にね、起こしてあげて、こっちのね、袋に入ってる方の、これかな、見えないね。丸く切り取られてるんだけど、このステッカーを使うみたいです。こんな感じの丸いステッカーになってます。で、これを貼り付けてあげる。まあ、大体でいいと思うんだけど、綺麗にね、貼った方が見栄えはいいかなと思います。で、この標識を置いてあげて、この辺でいいかな。で、さっき最初に作る、遊ぶ、分かるっていう3つがあったんですけど、その分かるっていうところを押すと、さらにいろんな遊び方、こういう標識を使った遊び方だとか、2台使ってね相撲をしたりとか、いろんな遊び方が出るみたいです。で、標識を置いてあげて、さっきの自動走行だね。でこんな感じで今ぶつかっちゃったけどね、標識のそばまで走ってくるみたいです。多分ね、今こう近くにあった時に、多分自分がね手をこうやって指を刺したんで、指の方に反応しちゃったんだね。でまあこんな感じでね、標識を使うと標識の方に走ってきたりとか、あとはなんかラインを引いて遊んだりとか、いろいろできるみたいです。ということでね、今日はこの辺りにしようかなと思います。まあ多少ね、スイッチ本体もいりますし、このキットだけでもそこそこ値段がするんですけど、いきなりねお城のペーパークラフトとか、いろんなペーパークラフトありますけど、難しいねペーパークラフトをするんじゃなくて、こういうね作った後に遊んで楽しめるっていうペーパークラフトもねいいのかなというふうに思います。ということで今回はまあ任天堂ラボのね1回目ということで、まあバラエティキットの方なんですけど、リモコンカーっていうんですかねを作ってみました。これからもね、任天堂ラボの方もやっていきたいと思いますし、普段ね、プラモデルとかミニ四駆とかガーデニングとかね、いろいろ趣味の動画アップロードしてますんで、もしよろしければチャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします。動画のね、評価ボタンとかコメントの方もしていただけると、
励みになりますんで、そちらの方もぜひぜひよろしくお願いします。